てもらってですね、僕がしめ村で、しめ村、黙れ、しま村で、しめ村じゃなくてしま村で、コーディネートをした、なんとこの全身コーディネート、靴も買って全部買って、サングラスは僕のあげました。全部でなんと8000円でしたね。です。すごいよ。すごいっす。はい、ということで今ね400人ぐらいの方が見てくれてます。400人、408人。この408人の方、僕が島村で彼をねすごくかっこよくしたというのを見ていただきたいなと思います。はい、それでは参ります。アーロンプロデュース、プロデュースバイ島村、島村ということで、ディディン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 ディ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 ー、めっちゃかっこよくない？もううざい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 。このメインジャケットが、うん、かわちいということですね。島村コーデです。やばくない？めっちゃおしゃれじゃない？めっちゃおしゃれです。これやっぱセンスがあるな。俺あるっす。だってあの普段島村買ってる？買ってないやろ。買ってない。服よりかっこいいもん。え、うん、今までの普段の DJ 日本人くんのセンスより全然いいと思う。でもマジか。でもめっちゃ好きっすこれ。やろ。めっちゃ好きっす。島村でおなめたあかんでいう話や。めっちゃかっこいいで、ほんまに。え、かっこいいってコメント来てる。めっちゃかっこいいってきてる。これ一緒着ようかな。いやほんまにな。で俺はなんで買わされたの、島村に。お会計なんで俺なん。さら、なんか、そうそう、全身やで。さらっと、なんか、お会計 お願いしますみたいな感じで言って、あ、で、俺、お金出してて、お金出してた時に、あれ？俺なんでお金出してるんやなと思って。ただただコーディネート、服か買ってあげたみたいになってるから。うん、アルバ、ありがとうございます。でもおしゃれやね。おしゃれ。うん。全然違うわ。全然違うんすか。うん、雰囲気がいつもそんなに言います。マジで変わった。これあれ撮って、あの、え、何を撮るんですか。アーロン君に買ってもらったコーディネート、しまむらコーデ。オッケーです。かわちいで全部の値段、しまむらコーデしたらいいやん。いっぱいいっぱいいっぱいそんな一回変えようってことですか。いや、めっちゃかわいいわ。本当におしゃれさん、うん、おしゃれさん、マジで、うん、変わった。変わったんですか。いかちでおしゃれやと思う。友達がハッピーになってるのだからいいのです、ゆうこさん。すいません。すいません。やった、嬉しい。いや、やっぱりね、ちょっと全然違いますもん、センスが。センス、やっぱ片岡隆一くんのセンスがいいよね。うん、うん、まあ、いつもそうっすね。スウェットっすもんね、ここに来る時も。ハッシュタグ島村コーデ。ハッシュタグ島村コーデ。ちょっとこの今度ゆうこさんのもさせてください。ゆうこさんは 100% 島村切らんのよ。島村切れへんのよ絶対。いやー、すごい変わりますね。そうそうそう、確かに。いや、靴、この下もインナーも全部買って、うん、8000円。うーん、めっちゃいい。めっちゃいいっすね。めっちゃいい。え、なんかかっこよくない？日本人ってやっぱり。いや、でも全然ちゃ、ね、そのやっぱ、そ、マジで着こなし方でなんか男になったよね。うん、ほんまに。うん、今では、いや、クソダサかった。そんな今する。うん、ちょっとだってスリッパ、帽子一回取ってみよう。帽子、うん、-30。いや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 、今な、100点が70点になった。もう。わぁ。でもいい感じ。だって、この靴だって、2000円やったっけ？うん、ほんまにそれぐらいでしたね。うん。2000円ってことでしょ？まあ、そういうことですね。サングラスはパクりましたけど。パクりました。日本人くんダサい。待って、これはかっこいいですよね。ちょっと待ってくださいよ、やっぱダサいってやばいじゃないですか。ダサい、だってこの間びっくりしたんが、あの、このニット帽に
黒のパーカーに、黒のスウェットで黒の靴履いてきたんですよ。ドロボーガチ言われました。ドロボーやん。お前どこ盗んで、何盗んできたん？しかも黒のショルダーバッグみたいなの沿ってくる。何を盗んできたのみたいな。ガチ言われたっすね。確かに。ゆうこさん、島村コーデ対決。めっちゃいいじゃないですか。な、僕とゆうこさんで、なら、日本人をコーデしましょう。オッケーっす。日本人を、ゆうこさんバージョン、俺バージョンで。ああ、いいね。ね、それめっちゃ、ゆうこさんといえばおしゃれの人ですから。それを、ちょっと揺れるのやめてもらっていいですか。すいません。揺れるのはちょっと。いや、嬉しいっすね。嬉しい。次はちょっとバタヨを良くしたいですね。いや、なんかね、びっくりしたよ。なんかさらーっとまんざらでもなく僕に買い物かごポンと渡してきて、なんかね、あれだーすみたいな。いや、あ、最初からそんなありがとうございます。いや、ほんまにびっくりしました。はい、ということでね、島村コーデ、次はね、中村の勝樹くんにもねしたいなと思います。はい、よっ。とりあえず引っ越ししたのは分かるんですけど、もう2週間も経ってるんで片付けてもらっていいですか。確かにここに傘あるんですか。なんでそこに傘あんの。ほんまに傘あるのはやばいっすね。縛られてます。はい、ということで、島村コーデ大成功ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、でまた、やりますので皆さんぜひ見に行ってきてください。お願いします。それではまたね、バイバーイ。バイバーイ。